100% ですよ。故障がない、保証付き、完全です。保証なんかいらないぐらいに完全ですから。前も言いました、ドラえもんじゃないんだよ。いい時に、あなたが一番若い時に願いを叶えてくださいますよ。欲しいと願った時に与えられることの方が少ないですよ。引退をして一番わかるタイミングでポッと与えられる時もあるし、忍耐の忍耐の忍耐の忍耐を重ねて、忍耐を忍耐信仰にあるその忍耐をね、思い出す時、いつも僕はあの永瀬さんのことを思い出すんですね。永瀬さん本当にね、本当ですよ。永瀬さんの旦那さんがですね、そういう時のことをこっちいつも思い出します。何十年と一緒に連れ添っていた永瀬さんのその忍耐で報われたんですよ。神様は答えてくださる方、すべてを答えてくださる。植木屋のバイトをまた再開しましたが、週2回やってますけれど、そこにね、私はね、自分から自分のことを言わないと、言ったらクビになりますからね。言える相手と言えない相手と言って、ちょっと癖のある人がね、お兄さんの話をしました。お兄さん刑務所に入ってると、ああそうですか、じゃあどこそこの、あそこの刑務所はもうすぐ解釈会議ができますよ、って言ったら、ずいぶん詳しいねって話で、次の週になったらですね、そんな自分のことまで話してきて、なんで僕にこんなに胸を開くのかなと思ってですね、あそうなの、じゃあ僕も前科あるよって話になってですね、よくても悪くても僕は主にあって、あなたに今話すかもしれない、タイミングがそうかもしれない、僕だってね、面接の時にね、初めから指がないとかね、前科があるとか言ったら絶対に、いくら牧師でもね、絶対告発ですからね、後からそれはつい信用はね、いつもいいでしょ、一日一の積み重ねですよ。だからヤクザであろうが、牧師であろうが、小指がなかろうが、絵が描いてあろうが、仕事をしてその重ねで信用をつけていったとすれば、過去はね、クリスチャンでなくても過去は過去として、許してもらえるのではないかな。だから僕はいつも主らキリスト教会に続きは本当にね、履歴書書くのも嫌なんですよ。救われたばっかりでしょ、言う人書けないと思うんですよ。だからもっと僕のことを全部知って使ってくれるところばっかりね、やるんだけど、人生そんな甘くないよね。やっぱりね、こう嘘ついて入る術をね、嘘書いてアルバイトするんですよ。でも学歴あるわけじゃないですからね、いつも肉体労働ですよね。夏場は本当に汗かくんですよ。だから僕汗かくでしょ。だからその着替える時にね、どうしてもね、こう見られちゃったりとかするんですよ。で結局、バレるんですけど、お前頑張ってるからな、昔はどうだろう、今も頑張ってるんだからなって、それがね、人生の僕たちのあり方だと思うんですよ。受刑者の人、また元ヤクザの人っていうのはやっぱりやり直すのに本当にね、努力が必要ですよ。努力は必要ですよっていうメッセージも、先週しましたけれど、本当にその踏ん張りどころがあるかないか、神様に対して本気度がどれくらい強いか、本気度があるかで僕は変わってると思うんですよね。どんなことがあっても神様にしがみつくっていう姿勢が必要だと思います。